最後、今日ちょっと活躍してフリックシェイクですね。やっぱりね、定番がゆえんのその力があるんですよね、多分フリックシェイク。念のため持ってきたんで、ホール中に微妙に両サイドをこう震えながら、勝手に自発的に、落ちていく動き、両サイドがくね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 って、ほら、もう勝手にホールしてるだけで両サイドがくね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 って。ね、要は人間、そうですね、人間が投げて、まあそのまま落としていても勝手にワンマンスイッチで動いてる。だからとりあえずそのフォールとかで食ってくれたら最高にハッピーみたいな。すごいな、フリック一撃でしたね。本当になんだこれ、何にも本当してないんですよね。あのアクション的にはちょっと、まあちょっと動かしたんですけど、ちょっと動かして手前まで来て、また、フリーホールみたいな感じの使い方だったんですけどね。フリックにしてデラクーとデラバズで食わへんやつが、うわー、よう引く。ノイケエンジョイできるな、このセットは。面白いぞ。よし、フリックシェイク。エンジョイフィッシング。いやー、こいつもいい魚、太いね。デラバズやって、デラクやって、今フリックシェイクで優しく落として、くっ、魚がルアーローテーションで食わせましたね。